コルグミュージックワークステーションクロノスです。この、 クロノスの売りのポイントはですね、9つの音源がありまして、9種類ですね。でまずは新開発 の SGX-1 というピアノ音源の方を説明させていただきます。でこれがまずこの音色なんですけども、これを開きますと、完全にピアノに特化した音源モデルとなっておりまして、でこちらの方はですね、例えばですね、これは88件全件サンプリングで全てノンループになってます。でさらに共鳴音ですね、共鳴音の方もステレオでサンプリングしておりまして、こちらもノンループです。あとダンパーのオンオフですとか、あとこのキーオフのノイズですとか、こういった全ての音が贅沢に使われた全く妥協のない音源になってますね。エディットに関しましても、このピアノに特化した形になっておりまして、例えばそういったこういうダンパーのノイズですとか、こういったノイズのところの音量を調整したりとか、あとはですね、こういった形でいわゆる蓋を開け閉めすることによって音色の変化をしたりとか、そういったことができるようになっています。で次に EP1 を選びます。でこれがこちらの方もまた同じく新開発の音源でして、エレクトリックピアノに特化した音源になっています。でこちらの方ご覧になっても分かりますように、いわゆる EQ ですとか、あとこうやってビブラートですとか、あとこのあれですね、アンプキャビネットアンプのあれですね、調整ですとか、であとはこの歪み具合ですとか、あとエフェクトもこういった形でグラフィカルに、いわゆる定番の LP でよく使う定番のヴィンテージエフェクトが選べるようになっております。であとピアノのタイプに関しましても、こういった形でいわゆるローズやウリッツァですね、でこちらの方の音源がそれぞれリアルな形で再現されておりまして、こういった形でもう無段階に全く継ぎ目がない形でなっております。でその他の音源にいきますと、ここでいきますとオルガン、あとこうやってドローバーをこういった形で調整してくれますね。で次ポリシックス、こういうやれば弊社の昔のですね機種でポリシックスというのがございまして、そちらの方のがリアルに再現できるようになっておりますね。でさらに MS20、 こちらの方はいわゆるこういうパッチングができたりとか、であとは AL1、 こちらの方はアナログのまたモデリングなんですけども、こちらの方ももっとあれですね、いろいろ自由なことができるように なっております。で、あとはモード7、これは弊社の VPM 音源といったところものですね。で次が STR1、 こちらの方はそのこういういわゆるこう弦楽器、発弦楽器ですね、のモデリングの音源になってまして、何が面白いかと言いますと、こういう形でベクタージョイスティック、こちらの方をいじりますと、なかなかちょっと普通の PCM では表現できないような変化ができるようになっております。でこちらの方がコンビネーションですね、従来のコンビネーションですとか、あとはあれですね、コンビネーションだけではなく、あとは、カーマですとか、あとサンプリングですとか、オーディオレコーディングですとか、すべて兼ね備えているのがこのクロノスになります。で先ほどこちらで使っておりましたこのセットリストっていうのは、このライブ用に
用意されているもので、こういった形で、まあ、全てのコンビネーションやプログラムやシーケンサーなどを全て自由に登録することができまして、ライブの時に簡単に使用できるようになっています。であと一つの大きな売りとしましては、こういった形で、感じで今やったように音切りがしないということですね。エフェクトがエフェクトも含めて音を切ることなく音色切り替えすることができますので、まあ、よくこの曲の途中で音色を切り替えるのにどうしても音を切りたくないからということで2段ね、申請を置いたりとかそういったケースがあると思うんですけども、この場合ですとクロスの場合ですと1台でできてしまうと。発売は4月を予定しております。よろしくお願いします。